糸井茂里、糸井茂里、糸井茂里、1948年11月10日帯は、日本のコピーライター、エッセイスト、タレント、作詞家、株式会社ほぼ非代表取締役社長、株式会社エープ代表取締役、フィールズ株式会社社外取締役、妻は、女優の樋口かな子、愛犬は、 ジャック・ラッセル・テイリアの文庫、日本モノポリー協会会長。血液型は A 型。群馬県前橋市出身。生誕後に両親が離婚し、司法書士であった父親の元に引き取られ、祖母に育てられる。その後、実母と1981年に再会した。小学校3年の時に父親が再婚。幼少時から漫画好きで漫画家に憧れていた。 中学時代は、北森尾に熱中した。群馬県立前橋高等学校に入学。文学青年の友達ができ、アングラ文学などに目覚める。また、番から起き取って一本派の下駄で学校に通った。高校一年の時にバンドを組みたくなり、お金を稼ぐために、オルガンやピアノのセールスマンの下請けとなり十代、売ったという。また、 文化祭の企画でハプニング的なことをやりたくなり、江戸川乱歩の赤い部屋を再現したり、ベトナムの僧侶の昇進自殺を真似たりした。法政大学文学部日本文学科に入学。一年ほど、合点系のアルバイトをする。その後、法政大学を中退。学生運動に身を投じ逮捕歴が5回ある。知人に勧められて、 宣伝会議のコピーライター養成講座に通い、1968年にデザイン事務所サムシングに就職。1969年に栗田工業主催の TVCF アイディア賞で銀賞を、1971年には金賞を受賞するが、1973年にサムシングが倒産。そのままフリーランスとなる。同年、宣伝会議賞受賞。 1975年、当面アパレルから発売されていたジーンズブランド、ウェルドギンのこのジャンパーの良さがわからないなんて、父さん、あなたは不幸な人だ。のコピーで東京コピーライターズクラブ新人賞を受賞。同年、イラストレーター湯村照彦に出会い、彼の主催のオリジナルフラミンゴスタジオの創設に参加。1976年、湯村と共に制作した。 ウェルドギンの広告で東京アートディレクターズクラブ賞 ADC 賞を受賞。同年漫画雑誌ガロの編集者の南新坊からの依頼で糸井が原作湯村が作画のペンギンご飯シリーズの発表を始める。またガロの編集部にいた南新坊、渡辺和弘らを介して赤瀬川源平人脈との進行が始まる。同年7月糸井原作 湯村作画で、さよならペンギンを刊行。1978年、矢沢栄吉の自伝本、成り上がりの構成と編集を手掛ける。同書は、ベストセラーを記録した。1979年、沢田賢治の時代の作詞を担当。また、スナック等で、リガ紙やマッチなどで行う、気の利いた芸をまとめた著作、スナック芸大全を刊行。 自身の名義での処女出版となるとともに、この年、東京糸井重里事務所、現、株式会社ほぼ非を設立。この事務所に、当時美大生で、スタッフの友人であった三浦淳が、盛んに出入りすようになり、糸井が三浦を、ガロ編集部に紹介。三浦の漫画家デビューのきっかけを作った。一九八十年九月から、サブカルチャー雑誌、ビックリハウスにおいて、 読書投稿ページ、変態良い小新聞を担当。その意味のない面白さで読者を熱狂させ、若者たちの競争的存在となる。また、ビックリハウスに関係していた、新進気鋭のミュージシャン、アーティストとの交際も始まる。1982年5月、新聞週刊記念イベントとして、変態良い小次郎昼、堂々秘密の大集会を置いといと、 鈴木慶一らで企画。また、1982年4月から1985年3月まで NHK の若者向け番組 U の司会も担当。その後、西部百貨店の不思議、大好き、1982、美味しい生活、1983などのキャッチコピーでコピーライターとしても脚光を浴びる。 中畑隆や川崎徹らと共に注目を集め、コピーライターブームを呼んだ。1983年からは、週刊、文春において、家元と名乗り、読者投稿型のコピー公表、糸井重里の一万流コピー塾の連載を開始。1984年、有楽町マリオンの完成記念イベントとして、有刊、糸を企画。1989年、 ゲーム制作のための会社、エープを設立。制作した、マザーシリーズはカルト的なファンを生んだ。1993年、女優の樋口かな子と再婚。1998年、ほぼ日刊糸井新聞を開設。2001年、雑誌、インパクの編集長を務めて、話題となった。名前の茂里は、スタンダールの小説、赤と黒の主人公。 ジュリアン・ソレルにちなんで名付けられた、ジュリアン・ジュリ・シゲサと、基本的に一人称は、僕である。モノポリーが趣味で、日本モノポリー協会会長でもある。2011年に、雑誌の特集で、自身が書いた本の帯から、次戦で一番を決めるという企画が組まれた際、糸井はかつてモノポリー専門書につけたコピー、天使と悪魔が徹夜する。を、ナンバーワンに挙げている。 バス釣りも趣味で日本テレビのバラエティ番組ダウンタウンのガキの使いやあらえでで年に一度開催される芸能人釣り選手権に糸井は毎年参加開会式で田中直樹ココリコから C 級コピーライターと罵倒されるのが恒例となっているバス釣りについては1995年の笑っていいともで木村拓也が趣味でやっていると発言したことで ブームになったが、糸井もそれで興味を持ち、一時は木村と一緒にバス釣りに行っていることを吹聴し、バス釣りブームを仕掛けたことで批判を浴びた。1996年12月に刊行された糸井の著書、ご釣り生活は雑誌、新羅に連載されたが、連載時の第一回の題名は木村くんに誘われて釣りに行くまでとなっていたが、単行本家事は木村サイドに拒否されて、 その題名を使えなかったという。また、プロ野球、巨人のファンとしても有名で、ニュースステーションでは、ファン代表として、キャッチコピーをつけたりしたが、1991年には、シーズン開幕前の同番組で、今年優勝を逃したら、元木を、ふんどし一丁でランニングすると宣言。そのシーズン巨人は、優勝を逃したためにランニングする羽目になった。これは11月の深夜に行われ、 こんな愚かな真似はもう二度と繰り返さないでほいとコメントした。同番組ではそれ以前にも1989年に、久米博が同様の賭け、巨人が優勝したら坊主になるを行いまる坊主になっているが、これ以降そうした賭けは行われていない。任天堂と関わりが深い。ファミコンソフト、マザーを制作したのがきっかけで、それ以降、 任天堂社長の山内博士や宮本茂といった人物と交友を深める。後に社長となる岩田聡氏とはマザーニギーグの逆襲の制作を共にしており、HAL 研究所時代からの付き合いになる。現在でも、ほぼ日や、任天堂公式ホームページ内で、岩田、宮本と定期的対談を行っている。 尊敬する人物や影響を受けた人物として、吉本隆明、藤田元次、和田誠、土屋光一、横尾忠則といった名前を挙げている。妻の樋口かな子とは再婚である。1981年に一般女性と結婚。同年に娘が生まれたものの、翌1982年には樋口との不倫が発覚。いといと前妻との離婚成立後に同居を始め、 1993年、樋口と正式に結婚した。糸井が代表を務める株式会社ほぼひ、糸井重里事務所から2016年12月1日付で会社名を会社が運営するウェブサイトほぼ日刊糸井新聞は1998年6月6日に開設された。略称はほぼひ。サイトの立ち上げにはイトイの友人で、 元任天堂社長である岩田聡氏が大きく携わっている。著名人やクリエイターなどの連載、オリジナルグッズの販売などが主なコンテンツで、執筆人は清水道子、鳥越俊太郎、渡辺真理、春風亭翔太、天貝祐希など多彩。他にも、田森、萩本金一、矢沢英吉、松本人志、一郎、谷川俊太郎、 アカシやサンマなど多数の有名人との対談も掲載されている。サイト内での糸井の愛称はダーリン。本人は今日のダーリンやコラム、対談などで自分の考えは吉本隆明に影響を受けていると言っている。メインのお猿のキャラクターはアートディレクター、秋山グギによるもの。2015年5月に数年以内にほぼ日を株式上場することを発表。 この発表に合わせ2016年12月1日付で会社名を糸井重里事務所から株式会社ほど非解消した。2017年3月16日にジャスナックに上場した。1995年にナンシー関がテレビタレントとしての糸井について誰かがもう面白くねえんだよとでも突っ込んでくれたらどんなに気が楽になるだろう。糸井重里が テレビで尊重されている大きな理由の一つに80年代を捨てきれない大人になった変態良い子というのがある気がする。糸井的な感じに惹かれた子供が現在30代半ばになり、あの糸井さんとの思いを遂げている結果が糸井氏げさとよくテレビに出てるではないのか。と批判。1998年にほぼ日において糸井は確かに僕は 視聴者のちょっと知ってる人という役割でしかテレビに貢献してない。こういうことを目ざとく発見するのが、ナンシー関という人の恐ろしいところである。自分で、俺、面白くなかったんだ。とかなり痛いところに気づいてしまったのも、彼女のせいというかおかげなのである。と発言している。筑紫哲也による、対談集、若者たちの神々、パート1。 1984年において、糸井はすでに、自分は、場所を作る存在で、その場所でみんなで遊んでもらえばいいと発言している。また、漫画家の松田洋子は、秘密の花園結社リスペクターに、隣の糸井という替え歌を載せ、矢沢英吉、宮崎俊、木村拓也といった話題の有名人の隣に、なぜか、いつも糸井がしっかり座っている現象を皮肉っている。 だ多数。その他、1985年尼崎市に開店した塚新店の店名を命名している。以下のコピーは糸井作のものだと紹介されることがあるが、2007年7月10日、公式サイト、ほぼ日刊糸井新聞の日替わりコラム、今日のダーリン内で本人自らが否定した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。